そう、もう大丈夫。分かったんだ、俺。ここにママがいる。ママに会えるんだ。ママ、ママ。俺だよ。助けて。あらあら、やかましい坊やだこと。そんなにママに会いたかったのかしら。ほら、いらっしゃいな。この偽物、お前なんかママじゃねえ。俺を裏切りやがって。そうだよ、ママは絶対に俺を裏切らないんだ。だからさ、俺はもうすぐママに会えるんだ。なあ、そうだろ。ママ助けてよ。ああ、何言っちゃってるの、あんた。うるせえ。俺は今ママと喋ってんだよ。邪魔すんな。ママ、俺ずっと頑張ってたよ。早く会いに来て、ママ。あら、ダメね。この子壊れちゃってるよ。きちんとした儀式をして生贄にするのが本当はいいんだけど、この世界に取り込まれることになるし。そうね、ここで死んでもらうしかないわ。サイクロモン、いらっしゃい。はい、アルケニモン様。これ、殺しといて。簡単な仕事だから任せたわよ。かしこまりました。それじゃあ、私は祭壇に戻るわよ。仕事する。え、なんだこれ、いやだ。なにこれ。動くな、掴みにくい。お前、ここから落とす。助けてママ。うるさい、黙れ。奴はサイクロモン、怪力自慢の暴れん坊だ。デカさにビビっちゃダメよ、あいつ頭は悪いから。え、リョウはまだ無事なのか。抵抗してる、リョウ君は無事よ。だったら早く助けてあげないとね。怖いけど頑張る。キューン、クネモンがリョウを助けてだって。分かってる、絶対助けるからな、クネモン。ミユキとハルは危ないから下がってて。うん、みんな行くぞ。
し、俺が行こう。戦いの邪魔。きっと違う。私はサキ、しっかりして。リョウを助けたいって心から思ってないの。私出しゃばってみんなの邪魔。わかんない、わかんないよ。サキ、あいつの言うことに惑わされないで。あなたが仲間を助けたいって思ったのは。わかんない、わかんなくなっちゃった。いいと思ってやったのに、みんなから嫌われて、相手の気持ちになってとか、わかんないよ。私、どうすればよかったの。サキ、大丈夫。フローラも大丈夫よ。サキ、あなたの心は綺麗だわ。心のままに行動していいの。思った通りにすればいいの。心のままに。サキ、あなたの心はここで立ち止まれって言ってる？私の心は違う。そんなこと思ってない。友達が苦しんでいるのに、ただ眺めているだけなんてできるわけがない。フローラも、お願い、手を貸して。それでいいのよ。フローラも、フローラも、進化！
力も重ねていく。おりゃあ、私の番ね。もっと守れる力を。ドーベルマン、やってやる。グラオレルム、助けるんだ。頼む。
頑張ってくれアグモン。これでも食らえ。サイクロモンの攻撃で足が揺れる。あ、しまった。よっ、ハル。嘘だろ。助けに行かないと。さっさとこの戦いを終わらせるんだ。ああ、分かった。オイラの番だね。この力も重ねていけ。そうだ、一つ目の化け物に落とされて。あ、いや、生きてる。なんで、すげえ高さだったのに。いやー！お前かよ。脅かすんじゃねえよ、クソガキ。それが命を救った相手に対する態度？あ、お前がバカ言ってんじゃねえよ。まあ別にいいけどね。お前なんてどうでもいいし。ああ、ガキに見下される覚えはね。だから言ってる。お前なんてどうでもいいんだよ。化け物、助けママ。動かない方がいいよ。死ななかったとはいえ、あちこち怪我してるんだから。助けてママ。そうだ、スマホでママに電話を。なんで電話できねえんだよ。なんでママに連絡できねえんだよ。どうして現実世界に帰りたいの？ここには俺の居場所なんてねえ。タクマたちは俺が気に入らねえんだ。何かっていうと俺を邪魔者扱いして、あいつら化け物従えて俺を排除しようとしてんだよ。お前にはそう見えてるんだ。だから俺は帰りてんだ。元の世界に、うちに帰りてんだよ。大丈夫だ。今にママから連絡が来て、俺を助けてくれるんだ。ねえ、
いつまで妄想の中で生きるの？母親から連絡なんて来ないことは自分が一番分かっているはずだよ。そうだ。ママはずっと病気で、俺もっとママに会いたかったのに、いっぱいいっぱい我慢して、俺それがママの。ああそうか、ママは死んでたんだった。そりゃ連絡なんか来ねえよな。そうか、そうだよ、ここは死後の世界なんだから、死んだママは近くにいるはずだ。ねえママ、いるんだろ？早く会いに来てよ。これはもうダメだな。完全に壊れちゃってる。キラー！ああ、来たんだね君。でもちょっと遅かったね。霧の中に何かが。ママ、やっぱり来てくれたんだ。ママ。見てごらんよ。君の大事な寮はもう何も見えてないんだ。キラー！そっちに行けばいいんだね。待ってて、すぐ行くから。あ、いたわ、二人とも無事よ。ハル、よかったよ。あらあら、もうさっき言ったら涙で顔がぐしょぐしょよ。でも見つかって本当によかったわ。うむ、ならば早くここから離れよう。霧が出始めているぞ。なあ、気のせいか？寮のやつ、霧に向かってね。え？ママ、ママ！ねえ、あれヤバくない？寮、なんか笑ってんのか。みんなまずいよ、霧がもう濃くなりすぎてる。確かにヤバいな。リョウ、ハル、そこは危ない、早くこっちに来るんだ。ねえ、あれ何？気のせいか、影から触手のようなものが伸びて。待って、寮の方に行ってない？おい、やばい、これマジでやばいやつじゃねえの？タクマ、行っちゃダメだ。アグモン、どうにかならないのかよ。どうにもならないよ、あれはそういうものなんだ。そんな。おい、リョウ、何やってんだ、早く逃げろ。リョウ、逃げて。リョウくん、どうして逃げないの？何か言ってる。
ママ、やっと会えたよ。うん、これからはずっと一緒。もう離れないでね。は？待て、待てよ。リョウがまだそこにいるんじゃないのか。ダメ。タクマさん、ハル、リョウさんはね、自分で自分を見放しちゃったんだよ。だから世界に食べられちゃったんだ。あぐま、たくま、大丈夫？ぼーっとしてるよ。ずっと考えてたんだ、りょう。助けられたはずなんだ、今日だけじゃなく
もっと前に。クネモンに心を開かなかったのも、毒グモンの脅威に震えてた時も、教室にいた時、話し合いの時、探索の時、いつも量がヤバい状態だって分かってた。僕は量を見殺しにしたんだ。タクマはどうしたかった？量に恐怖を克服してほしかったよ。怯えてばかりじゃなくて、立ち向かう勇気を出してくれていれば、この世界に自分の居場所を見つけられたはずなんだよ。そもそも何が正解なのかだって、僕のしてきたことは正しかったのか、どう、僕には何もわからない。タクマの苦しい気持ち、わか、うん。リョウが仲間が死ぬような目にあっても、アルケニモンはまだ僕らを狙ってる。ミュウがいる遊園地にだって敵はいるかもしれない。ここが違う世界なら、元の世界に帰るための手段なんてわからない。わからないよ。一体何をどうすればいいんだよ。タクマ、あのね、タクマ、僕は難しいことはわからないけど、それはね、タクマなら頑張れば何でもできるってこと。みんなと力を合わせてでも、無理やりに進んでも、最後にはどうにかしちゃうんだ。なんだよそれ。僕、そんなんじゃないよ。そんなことないよ。僕は信じてる。タクマ、僕は君を信じているよ。オグモン。ありがとう。なんだか、すっきりしたよ。おかげで眠れそうだ。そう？ならよかった。おやすみ、アグモ。おやすみ、タクマ。Eh oui, c'est déjà fini, mais vous inquiétez pas, la vidéo suivante arrive. En attendant, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne pour voir la suite. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour voir quand je mets la prochaine vidéo en ligne.